はい、履歴書ありがとうございます。お願いします。綺麗な字ですね。 ありがとうございます。はい、これお名前なんて読むのこれ。あ、コジャコセータです。コジャコ、はい、あ、珍しいですよね。すいません、なんか珍しいですか、ね、はい、え、どこ地元。あ、地元出身大阪です。はい、え、親も。あ、親も大阪ですね。コジャコって初めて聞いた。あ、そうですか。すごいね。あ、これ下の名前ゲームのすごい。あ、セータです。コジャコセータです。はい、はい、なんかコジャコってなんか可愛いね。ああ、あれ、友達からなんて呼ばれるの。あ、セータです、ね。あ、そう、こっちコジャコ使わへんねや。あんまり、あ、そうですね。大学生。あ、大学生です。はいはい。あ、これ大学何年生かな。あ、2年です。はい、はい、どこの大学ですか。あ、カーテン大です。はい。あ、そう。近いやん。います、もしかして。え、いる。あ、いるの。あ、そうなんや。でも知り合いではないやろな。あ、そう、はい、はいはい、学部が少ない学校なんで、はい、まあまあ、はい、はい、週何回ぐらい入れそうですか。はい、今のところまあ2から3。2から3、はいはいはい、はい、でもあの、はい、週末は入りたいな。週末は、土日、はい、あ、はいはいはい、大学あるときは、はい、何時間帯は、平日よりも 土日で、あ、土日で2から3という、じゃあ3ということは平日入れるときもあるという感じですか。はい、そうです、はいはい、はい。ちなみに平日入る場合は時間帯ってのはどれぐらいなんですかね。ああ、うん、まあそうですね、大学終わってから、終わりから、はい、はい、まあ研究、うん、で終わってからの方がありがたいですか、ね、はいはい、かしこまりました。でもそれは何時になるの。うん、まあ6時とか。6時、了解、はい、6時。カーテン大の子はね、結構夕方から入る子多いから。ああ、はい、結構じゃあそれも、うん、暇なんかな、みんな。はいはいはい、その部活とかサークル活動っていうのは。あ、あの、入ってないです。あ、入ってない、はい、入ってない。かしこまりました。ちなみにこの場合、ちょっとすみません、寒いで。ああ、どうぞどうぞ、ごめんなさい。OK、そこは、はい、大丈夫。はい、このバイト募集って何で見てくれたのかな。なんかそれを本社から絶対聞くようにって言われてて。ああ、うん、あの、情報誌ですね。情報誌、はい、はいはいはい、うん、珍しいね、今出た情報誌。あ、そうですか。結構それを今掲載するかしないかっていう話になってて、もう掲載しないでいいんちゃうかってなって。あ、でも掲載された方がいいと思います。はい、それを見る人もいてます、ね、はいはい、で今までのバイト経験がないんや。あ、ないですね。あ、そうなん。なんでまたバイトしようと。あ、もちろん、はい、お小遣い的なこともありますけど、あ、はい、まあ経験もしたいなっていうのもあったんで。あ、なるほど、なるほど、はい、はい、白衣はなんで。ああ、すみません、あの医学部ね、はい、あ、言い忘れてました。あ、医学部ない、はい、はい、カーテン大の医学部です。うん、はい、狭き門です。あ、なんでちょっとこんな感じだって。ああ、すみません、うん、はい、なかなか狭き門でした。あ、はい、すごいねって。賢いとこやもんね、カーテン大自体が。医学部一番賢いから、僕からしたら。いや、そこ入ってないんですけど。いや、もういいよ、そんな。さすがに医学部の何やねん、この感じ。何やねん。言います。はい。この感じ何ですか。あ、理系なんであんまり漢字は。あ、もちろん、この感じなんですかって、今、ここにさ、漢字存在してないやん。これ例えばここに漢字があって、この漢字なんですか、ギリギリ分かるけど、うん、何も漢字が存在してない状況で、この漢字なんですかって医学部で、ちょっと文系じゃないと。ああ、すいません、すいません。さすがにいないですよね、医学部。学歴マウント一番嫌いなのね、僕。ああ、うん、あ、いやいや、そういうつもりはない。バイト面接中に白衣着ないで。あ、ちょっと肌寒かったんですよ、顔してます。それは別に着るだけやったら構わないけど、はい、なんかその後がなんかこうなったりとかさ。あ、すいません、すいません、うん、堂々としてさ。あ、いやいや、緊張してます、それなりに。はい、でまあなんかこのお守りみたいなもんね。はい、うん、はい、いや、学歴マウント一番嫌いなんや、僕。あ、いや、そんなつもりはないです。はい、うん、社会出たら本当に関係ないですし、はい、そうよ、はい、もし大学出れなかったとしてもそれは関係ない。あ、すいません、全然関係ない、今なんですね、うん、関係ない、全く関係ないから。関係ないですよ、関係ないですよね。なんでそうなの。あ、腰浅くなの。あ、すいません、まあ、はい、ごめんなさい、僕の方でもちっちゃい話。はい、はい、ごめんなさい。
キッチンと転がります。はい、はい、どっちしますか。そうですね、うん、まあホールの方をちょっと研究させてもらえたらってあるんで、はい、はい、かしこまりました。今でバイト経験がないということで、はい、レジ打ちとかはじゃあ、あ、そうですね、経験ないので、はい、それもまあレジ打ちも経験させてもらいたいし、はい、研究対象であるかなと思います。かしこまりました。はい、はい、で一応この制服とかがありまして、 S、M、L とございます。はい、はい、サイズはどうしましょう。白衣の上からなんで L の方がいいかなと思います。あとバイト中はちょっと白衣は着れないと思うんで、はい、でも肌寒かったらもしかしたら中には大丈夫ですね、はい、上から着ないんですか。あ、そうそう、逆とかにしてください、このシャツの私服の。あ、いや、それはさすがに、うん、でもその上にエプロンされたらさ、わけわからんや。一応その医学的なことで言うと、その一番上のやつやんか、その上にさらにエプロンかますってのはよく、でもまあアルバイト中なのでさすがに、はい、その上に白衣はなかなか、うん、します。じゃあそういう、あとまあお客さん来たらいらっしゃいませとか、そういう大きい声とかは全然得意ですか。はい、あ、それも研究させてもらって。研究って言うな。いや、勉学が好きで。勉強せ。だ、社会勉強、はい。小遣いもらえへん、親に。アルバイトする時間は勉強せえ、も研究せえ。何の研究してんだ、ほんで今。もう、要はどうせ聞いてわからんから。そうだと思います。はい。物理組織の遠隔理論です。一個一個の単語は分かんねえけどな。あ、うん、はい、物理組織の遠隔理論って言うても分かれへん。あのもちろんマキュラス論文を元に。それがカタカナなのか漢字かも分からん、うん、あ、漢字です。あ、カタカナかなと思ってた、ね、すいません、なんかその、あの学歴マウント嫌いやねん。ああ、いや、マウント取ってるつもりはなくてすいません。ごめんけど偏差値だけで言うと、マワキ大行ってて、ういマワキ大卒で、うい普通に賢いよ、うい。ないと思うわ。いや、すみません、なんちゃったらいいか分からなくて、すみません、すみません。ないと思うわ。すみません。いや、カーテン大の、医学部一番賢いね。いや、一番とか、うん、もう一番思ってるやん。中で何をするかですから、結局。そうや、知ってるよ、はい、とはいえめちゃめちゃ賢いやん。いやいやいや、まあ、狭きもんでありますけど、うん、もちろんそれは事実です、確かに。はい、あの朝なって言ってるよ。あ、すみません、うん、だからマーキ大の文系やから、あ、言うて賢い。はい、ね、ここらどういうこと。あ、いやいや、その意外に近づいてきてます。分野が違いますね。あ、そっちね、はい。分野違うけども、はい、偏差値だけで言うと、はい、まあまあ。あ、ウィです、ウィです、ウィ。言うて偏差値で言ったら、その、5ぐらいしかかからないじゃん。関係ないですよ。はい。偏差値で物見たらダメです。はい。見てるやん、絶対。見てるじゃないです。何をやるかですから。偏差値で物見たらダメです。はい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。それも今の発言も研究対象です。はい。でマキラス理論では、マキラス、カタカナやろ。あ、漢字です。はい。マキラスって、俺漢字分からへんわ。あ、マキュラスです。あ、マキュ、余計分からへんわ。ああ。マキュラやん。絶対カタカナやん、思うけど。すいません。白衣の上からエプロンつけるということの許可だけをいただきたくて。店が何の店かがよく分からへん。アイデンティティ。はい。なん最初から着とけよ、それ。うん。すみません。すみませんじゃなくて。いや、僕、高学歴なのよ、僕は。何やねん。めっちゃ気持ち悪いやん。急に。急に何やねん。いや、勉強できるかもしれんけど、なんか大きなもんが欠けてるよ。うん。今もな、今もやねんけど、うん、まあでもね、関係ないからね。あ、採用しましょう。はい、ありがとうございます。はい、なんか久々になんか、うん、嬉しかったです。なんか、うん、ひらみくんとかは知らない、カーテン台の。いや、何年生か、あ、違うもん。ひらみうん、ちょっとごめんなさい、わからないんですけども、まあぜひ彼にも挨拶させてもらいたいです。
彼っていうのはなんで彼なの？多分先輩やから、3年生やから。はいはい、まあ、彼もここで働いてるということは、あの同じ志を持ってるということだと思う。彼、はい、佐藤君とか。佐藤君はね、4年生とか変わってない。僕あの同じ学部の人間ならギリ分かると思うんですけど、分からなくて。でもまあ彼らがねここで働いてるということは同じ志を持ってるということ。はい、何学部か見たろうかね、今書いてるから履歴書みたいな。ああ、いやいや、何でもいいです。ごめん、不採用やわ。ごめん、うん、ごめんね、ごめんなさい。はいはいはい、はいはいはい、お疲れ様でした。はい、わかりました。まあいろんなこと物事は反転するということは、はい、自覚しておりますので。物事は反転する、これって反転してんの？反転しましたね。はい、なんでさ、はい、リュックギュッてあげたの？あ、ピタッとさせるためです。いや、そうやねんけど、はい、じゃ下ろすときに一回ほど緩めてるってこと？緩めてます。はい、白衣の上からリュックせやん。そうです。はい、そうなの。赤菜ちゃん寒いので、はい、そうアウターとして使った赤菜ちゃん、白衣って。あ、でもまあ何者かって分かっていただきやすいかなっていうのがあります。これってさ、だって既清潔じゃないの？赤菜ちゃん白衣って。あ、これだからあの実際に使ってるやつじゃなくて、はい、私服なの？私服用の白衣です。はい、白スプリングコート、まあ、座らんでいいよ。立ったままで大丈夫。あの、座らんでいいよ、立ったままでいいって言ったから、もう立って。はい。なんで胸張んねん。その、医学部行ってたら、その偉いとかないからね。はい。僕もまあまあ高学歴やし。はい。ウィ。絶対高いよ、ウィ。いいなんか研究になりました、今回。ありがとうございます。すみません。どこ、これ研究な？研究、うん。何でも研究やん。じゃあ、言うたもん勝ちやん、研究なんか。ああ、座るな。目線合わすな。あ、いや、さすがに。子供ちゃうねん。はい。いやいや、そういうつもりじゃなくて、はい。迷子になってる子供ちゃうねん。おー、なんか、文系って感じしますよね。はい。そうよ、結構卒論でもすごい卒論出したからね、うん、一回。どんな卒論ですか？いや、もう喋らんて。あ、はい、君卒論書くんかいな、また3、4年の。そうですね、書くと思います。何を考えてんの？うーん、君がどんぐらい賢いか知らんけど、正直まあでもカーテン大学部入ったとか相当賢いよね。今考えてんのは、そうですね。聞きたくもない。まあ、何度も聞いたん。いや、まだ2年生なんで、そのどこまでたどり着けば分からないですけど、うん、まあ、分子計学 RC のもつれ理論について、まあそうですね、チャッパス論文の目線からちょっと紐解いていきたいな。チャッパスはカタカナやろ。感じです。 RS 理論、はい、RS はアルファベットか。あ、感じです。嘘やろ中国の理論です、ね、はい。R、 あ、古い中国。おー、そうなんや。はい、あ、やっぱさ、中国医学なんていうの、わからんわからんんだけど、うん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 、中華料理っていうから中華医学っていうのかなあ、ちゃうんかいや、ほんまにわからんくて笑い方、性格悪いやん。え、すみません、ほんまに面白くて今、すみません。ほんまに面白い時にさ、群衆が見てる時の笑い方してるよ。あ、なんか文学部っぽいですね。なんか、あ、そうそう、ね、いや、すごい卒論書いたからね。なんて言うんですか。いや、もうそれ勇気やないね。あ、うん、はい、失礼します。じゃあ、はい、ありがとうございました。はい、飲んでるよ。姿勢いいな、賢い子って。